これは。ベテルから助けが来ると聞いておる。主らがその援軍か。拙僧は五光と申す。以後お見知りおきを。初対面かと思うたが、主らの気配。そうか、ヒュドラを買った少年であるな。醸造寺は東京にある重要な結界の一つで、ベテルに協力し東京を霊的に支えてきた。だが混沌の悪魔どもの襲撃により、ついに寺の結界が破られてしまった。結界を破ったのはラフム。奴は悪魔を率いて上院学園へ向かっていった。主はラフムを追い学園へ向かうといい。